かすみみたまの現世幻談チャンネル。ゴブリンの右手。大学のサークルの先輩が面白いものを手に入れたと言ってきた。俺は何ですかと。先輩はにやりと笑ってこう言った。ゴブリンの右手だよ。俺は驚いてこう聞き直した。ゴブリンってあのファンタジーとかに出てくる？そして先輩は、そうだ。今週の土曜日、これを使ったある儀式を行おうと思うが、お前も興味があったらやってみないか。俺は多分それは作り物だろうと思っていたが、先輩が真剣な表情をしていたし、そのゴブリンの右手というのがどういうものか興味があったので、一緒に参加してみることになった。そして儀式の日の夜、俺と先輩はサークルの部室に集まり儀式を始めた。俺はその儀式については初耳だったので、どういう儀式なのか聞いてみると、先輩が、この儀式を始めるには、7つの触媒を必要とし、どうしてもあと1つが手に入らなかったんだが、この間見つけた駅の裏にあるバツバツバツという店で偶然見つけたんだ。そう言いながら触媒を1つずつ、見たこともない、いびつな文様の布の上に置いていった。ネズミの頭、ニワトリの体、猿の左手、カエルの右足、トカゲの左足。ここまではどこにでもあるものだったから簡単だった。そしてこれがゴブリンの右手だ。そう言うと先輩はどこかの映画で見たような生き物らしき手を布の上に置いた。ふと俺はある疑問がよぎり先輩に質問してみた。今のところ6つしか触媒がないですよね。残り1つは何ですか？それを聞いた先輩は、ふふんとした表情をしてこう言った。術者の生き血だよ。俺は一瞬嫌な感じを受けたが、続けて先輩はこう言う。一人でこの儀式をやっても成功したかどうかを証明する手段がない。そこでお前にはこの儀式の証人になってもらいたい。正直お前は何もしなくていい。儀式は俺がやるからお前はただ見ててもらえばいい。そう言うと先輩は儀式の準備を始めた。これはキマエラを呼び出す儀式なんだ。そう言いながら各触媒を生き物の形になるように配置していった。そして呪文のようなものをつぶやきながら右手を刃物のようなもので切り、血が滴り落ちる。俺が、大丈夫ですか？と聞くと先輩は、大丈夫だ、問題ない。後で処置をすれば、命に別状はない。触媒の上に先輩の血が落ちていき、触媒が赤く染まっていく。何分経っただろうか。もしかしたら数秒も経ってないかもしれない。静まり返った物質の中、先輩は口を開く。儀式は成功した。そう言うと、部室の外へ出て行った。すぐに追いかけようと廊下に出ると、もう先輩はいなくなっていた。部屋に物を置きっぱなしだとまずいと思い、ふと部室を見ると、先輩が用意したものはなくなっていた。血が滴っていたはずなのに、その痕跡もなくなっていた。その後、先輩の名前を呼びながら、大学の校内を探したが、いくら探しても見つからず、諦めてとりあえず自宅のアパートに戻った。次の日大学に行き、サークルのメンバーに〇〇先輩見ませんでしたかと聞くと、〇〇先輩なんていたっけ？そう言って他のメンバーにもその子が聞き直した。他のメンバーも知らないと言い、君の勘違いじゃない、そんな人いないよと言われた。納得できなかったので、いつも見ているサークルのメンバーリストを見せてもらったら、先輩の名前がある場所には違う人の名前があり、先輩の名前はなかった。信じられなかった俺は、先輩が住んでいたアパートに行ってみたところ、
部屋には表札がなく、何年も住んでないような空き家だった。俺は先輩から聞いた店を思い出し、駅の裏にあるという店を探したが、バツバツバツという店は見つからなかった。そして俺は先輩の存在がいたのかどうかも信じられなくなった。そういえば先輩の顔どんな顔してたんだろう。結局先輩の言うキマイラの儀式とは何だったのか。ゴブリンの右手とは何だったのか。先輩への記憶が薄れていく中、俺はこの文章を書いている。多分先輩の記憶はなくなってしまうだろう。そしてこの文章を読んだ方へ。ゴブリンの右手を手に入れたという人がいたら、すぐに手放すよう話してください。そうしないと俺が先輩を助けられなかったように、その人がいなくなってしまうかもしれません。もう一度言います。ゴブリンの右手は手放してください。